と1分前です。さあドライバーにとってはこのインターバルと待ち時間というのはね、精神的にいろんなことが去来することと思いますが、力あまり入れすぎないようにね、みんな一回深呼吸して落ち着いていきましょう。さあ間もなく再スタートとなります。またローリングからですからね、ゆっくりスタートしていってください。30秒前、2015年ロータックスマックスフェスティバルシニアマックス予選ヒート AD グループ、それではお待たせをいたしました、ローリング再開です。2時50分ちょうどグリーンフラッグが振られました。さて再びローリングウォームアップとなりました。さあカーナンバー57番が若干スピードが上がっていないようなんですが、トレンタの藪下翔吾、今タコツボのところでスロー走行が続いています。藪下翔吾は15番グリッドです。スピードが上がればローリング対立が整い始めたところに追いつくことも可能かと思いますが、本人としても今非常に辛い状況になってますよね。いけるかな、ちょっとスピード上がったかな、どうなのかな、踏み込んでどうなのか、でも踏んじゃいけないかもしれないし、ちょっとゆっくりな状況になってきた。最終コーナー止まります、藪下翔吾。そして隊列はタコツボ立ち上がりで徐々に整えられていきます。15番手スタート57番をつけます藪下翔吾、8列目のドライバーですけれどもリタイアとなりました。先ほどローリングで止まってしまったドライバーは赤旗によって元のスターティンググリッドの位置に戻っています。最終コーナーから立ち上がってきます。佐々木か坂本か三村か佐藤か高橋か平野か、スタートは切られました。スタート佐々木と三村、いいスタートを切っていった。後ろから坂本、そしてインサイドには佐藤真理奈だが、ここは引いた。アウト側から平野ゆかいも来る。2コーナーから3コーナー綺麗、あっと1台コースオフしかけたけれどもなんとか戻ってきます。ヘアピンのところでは6番手7番手以降が横並びになって、1台若干スローダウンはカーナンバー45番小林久知、救われたドライバーの1人ですがちょっと遅れてしまった。さあそして3番手4番手争いのところ、坂本と佐藤真理乃が横並び、後ろから平野ゆかいも来て、バックストレートエンドではどうなのだ、佐藤真理乃が3番手に浮上。トップは佐々木、2番手に三村、3番手に佐藤。佐々木宏隆24番つけてます。三村28番、佐藤真理乃54番、つまりランキングには直接関与しないドライバーですが、ここでトップ3なんかを取っていったりなんかしますと大きくシリーズランキングに影響が出てくる、そんなドライバーがトップ3となりました。4番手には坂本、5番手には平野、6番手にいるのはこれはオレンジ色のヘルメット岡本大輝かどうか、カーナンバーは58番ですね、カーナンバー58、高橋智樹ですね、高橋智樹、現在6番手には高橋智樹です。最終コーナーから立ち上がってきて7台までが一段となっています。岡本大輝はその後ろですね、7番手です。
そして8番手争いは今2コーナーのところで岩堀匠、小田ありさ、そして陣川大吾、柴田隆成の4台が競り合っていますが、ヘアピンのところで入れ替わりはありません。カーナンバー33番の岩堀匠がこの8番手争いをリード。さあそしてトップ争いのところでは佐藤真理乃が動きました。三村宗太郎の前に出まして2番手に浮上。中盤から後半にかけても横並びが続いています。抜きどころの一つ鎖骨坪、そしてバックストレートエンドです。トップの争い7台最終コーナーから立ち上がってきます。佐々木弘隆逃げられるか。佐藤真理乃も同じく体を倒し込んで空気抵抗を減らしたい。三村の後ろから坂本がインサイド飛び込んでいきます。2コーナー坂本周平、今度は落ちるわけにはいかない。さあここでカーナンバー9番黒沼瀬名が車検場へ戻ってレースリタイア。カーナンバー9番ということはランキング9位可能性があるドライバーだけにちょっと心配です。タコツバから立ち上がってバックストレッチ。トップ2はもうすぐ佐藤真理乃が追いつくかどうかというところ。3番手争いは5台になっています。三村宗太郎が坂本をかわして前に出た。坂本はこれ踏ん張りどころ、現在4番手。5番手三村が5番手カーナンバー31番平野がぐーっと近づいて1コーナー入っていく。平野ゆかい4番手に浮上。その後ろもかなりの接近戦。平野、坂本、高橋、岡本、トップ2はますます近づく。3番手争いは変わらず5台。その後ろ少し離れまして小田ありさと岩堀匠、その少し後ろからこれは追い上げてきてますかね。カーナンバー26番、あ、ここは柴田隆成、その後ろが陣川大吾、その後ろが岡村武なんですね。ハマクボットテールトゥーノーツです。最終コーナーから立ち上がってきます。トップ佐々木5周終了。さあ佐藤真理乃がそろそろ1回行った。1コーナーから2コーナーインガー飛び込んでいきました。これはペースを上げて満を持してというところ。佐藤真理乃去年のウィナー、ぐーっとインガーをキープしながらのブレーキング。後ろから三村宗太郎がついていきたいが、ここはアウト側から佐々木弘隆、トップ佐藤真理乃、2番手に佐々木弘隆、日本代表経験しているドライバー、今年も行くぞというところ。さあどうでしょう。ゼッケン24というのがまたランキング的に微妙なんですよね。さあこのバトルでですね、かなり後ろの方まで第一集団として数珠つなぎとなりました。佐藤真理乃トップに立ちますが逃げることはできない。佐々木弘隆がむしろクロスラインを狙ってスピードを上げてきて、後ろがそれにくっついてくる。スリップが効く水波ならではの展開となっています。そしてこの抜きどころではどうだ、誰もがハードブレーキングでギリギリインガは、おお、三村とアウト側の佐々木2番手入れ替わるかと思いましたが、ここは変わらない。そして佐々木タコツボで入る。佐藤真理乃がアウトサイドと足を落とした。姿勢を崩しながら、しかしなんとか5、6番手はキープ。3ワイドでバックストレートエンド。1番インサイドに坂本、アウトが真ん中のところに三村、そして佐藤と来たんですが、立ち上がりでは3番手に三村、4番手佐藤ですが後ろが詰まっている。最終コーナーから立ち上がってきます。さあこれで随分様相が変わりました。坂本が一気にドロップをしてしまいました。岩堀匠あたりが前に出てきたでしょうか。トップは佐々木、2番手に平野、3番手に三村、4番手に佐藤、5番手に高橋、6番手には岡本、7番手には岩堀、8番手に坂本、9番手に小田、そして10番手に黒崎駿が上がってきましたね。カーナンバー2番の 3K パ黒崎駿、今バックストレートエンドのカーナンバー2番、シングルゼッケンをつけているのに23番手スタートだった黒崎、追い上げてきました。最終コーナーから立ち上がってきます。チェッカードフラッグが振られます。最後の最後で追い上げを決めたドライバーもいるんですけれども、これはもう結果はポイント計算を待つしかありません。最後の1周はさほど変わりませんでした。トップは佐々木、2番手に平野、3番手に三村、4番手に佐藤、5番手高橋、6番手岡本、7番手岩堀、8番手坂本、9番手小田、
10番手には黒崎、以下岡村、陣川、浜久保、相田、毛利、ここまでが15番手となっております。以上シニアマックスクラスの予選 AD グループ、これでシニアもマスターズも第3予選までが終了いたしました。この後はミニマックスクラス、ジュニアマックスクラスと、あと2クラスで予選は終了。その後はインターバルを置いてセカンドチャンスヒートとなります。マックスマスターズ並びにシニアマックスのドライバーの方でセカちゃん戦わんとあかんやろなという方はですね、スタンバイを進めておいていただきたいと思います。